ママから置き手紙？着替えの邪魔したら遅刻しちゃうよ。なになに？シンジへ。今日は研究所の仕事で帰ることができません。町中へ出かけるため一泊します。食事はいつものように外で食べてください。久しぶりの留守番で夜更かしもできるし、晩ご飯はコーラとポテトチップにしようかな。今夜はシンジの家に泊まる。え？襲ったら殴るからね。あと夕食は私が作る。放課後買い出しに行こう。いいけど。放課後の買い出し楽しみにしてるから。やるったらやるの。おかずは何がいいかしらね。火を使うのがいいのに。夕食は何がいいかしらね。むか。二人とも朝から仲ええな。冷やかしは豆腐だけにしといてな。バイは決めたで。絶対決めたる。先行くで。アディオース。桂木先生は研究所へ出かけられている。あの体操服の元気な子なら校庭で見かけたよ。鈴原くんを探してるんだけど、どこにいるか知ってる？あ、ごめんね、いいの、気にしないで。用事思い出しちゃった。Thank you.
たりくんだ。元気してるかな？後で話があるから。俺の情報網によると、今日は研究所の動きが激しい。早く警察に行きたいぜ。なあ、炎を制して味を引き出す。うりゃ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 。うおぎゃー、とうとうとう、あちょマツシロで大掛かりな実験があるらしい。親父も残業で帰らないし、大人たちは巨大科学に献身的なのさ。僕たちは待機した方がいいのかな。何かあれば連絡が来るでしょ。さっきから何見てるの？当時のやつが委員長と話している。あの二人できてるのかな。当時は彼女のこと何も話してくれないから。順調なんだね。夫婦の真似事なんて柄じゃないのにさ。もっと男らしく有意義に学園生活を過ごしてほしいものである。どうよ、イカリ君。僕の場合は、成り行きでアスカと一緒になってるんだし、有意義な過ごし方か。生徒の呼び出しをいたします。2年 A 組、イカリ真嗣君、至急、保健室まで来てください。僕だ。最近肩が痛くてね。僕を呼び出したのは肩こりの治療ですか。真嗣君の声が聞きたくなったから。私ね、松代へ出張に行くの。碇君のお父さんと一緒なのよ。研究所って忙しいんですね。遊ぶなら今のうちね。大人になるにつれて時間は減っていくものよ。大人ってなんだか寂しい気がします。さすが親子。え、真嗣君ってお父さんの手と同じだわ。ありがとう、助かった。はい。別に私と鈴原くんは何でもないんだからね。
そういえば綾波さんが碇くんのこと探してたよ。雨が降り出した。今日は第6回定期演奏会、シンジ君との二重奏楽しみにしているよ。ちょっと待って、それ今日なの？私も聞きに行こうと思うの。碇君の演奏も初めて見るし、ろくに練習もしていないのに。僕もだよ、気にするな。アマチュア主体の気楽な演奏会だから。碇君はチェロを弾くんでしょ。フォーマルな服装の中学生、重厚な弦楽器、嫉妬と野心の渦巻く演奏会場、二人の美少年、美しき友情。綾波がそこまで楽しみにしてるなんて。シンジ君、演奏会場で待っているよ。カオル君との演奏会の約束、アスカと買い出しの約束、どうしようかな。本人に会って相談するしかない。アスカなら教室にいるぜ。それから、カオルが音楽室で待っているって。みんなどうしちゃったのかね。自覚ってもんがないね。ああ、てが。一緒に演奏会来るのはどうかな。あの子も来るんでしょ。綾波のこと。私行かない。あ、席を離れて座るとか。二人で夜明けを迎えるめったにないチャンスなのに。そこまで言うなら。カオル君が誘ってくれたんだ。二人で演奏することに価値があると思う。アスカとはいつでも会えるけれど、演奏会は今日だけだから。私と過ごす時間の方が何倍も価値があるのよ。今日一日だけだってば。女として夜明けを迎えたいの。教室のみんなが見てるよ。心も体も奪われてもう引き返せないのよ。僕ってもしかして悪人？私ケンスケと遊ぶから。ケンスケ行きましょう。え、いいのかな。ケンちゃん行くよ。はい。まあ、これで演奏会に行けるかな。
この町に若き才能の集う音楽堂が所在する。理由シンジ君と歩くこの時間、心底心地よい。緊張しているのかい？硬くなっているね。君を抱きしめることができれば、怯えから解放してあげられる。シンジ君の演奏を楽しみに支度をしてきた。演奏するの？参加者は32組、僕たちは8番目だ。初めて着るんだけど、なんだか結婚式みたいだ。似合っている。君はとても可憐だよ。膝が震える、汗がにじむ、手が滑ったらごめんね。シンジ君に限ってそれはない。そんな、君はかなりの引き手らしい。家で気まぐれに弾く程度なのに。その話誰から聞いたの？君のことは何でもわかるよ。蒸発してしまうかも。
動した。お花を渡そうと思って。ありがとう。今日のイカリくんすごく良かった。その服装もかっこいい。あやまみも綺麗だよ。イカリくんみたいに楽器が弾けたらいいな。泣いてるの？ちょっと感じちゃっただけ。それからお願いがあるの。どんな？その服少しだけ抱きしめていい？歓迎するけど。イカリくん汗かいてる。舞台は暑かったんだ。バラの香水の匂いがする。カオルくんだ。着替え終わったら3人で紅茶を楽しもう。できるところがいいな。その提案に僕も同意する。この辺りにカフェテラスがあるよ。シンジ君のチェロは人間の歓喜を歌い上げるためにある。物心ついた時からバッハを弾いていた。今日はうまく弾けてよかったよ。イカリ君の紅茶飲んでみたい。僕が口をつけたカップだけど。飲んでみたいのね、いいでしょ。うん、おいしい。誘われてるサインなのかな。願いを叶えた。僕と彼女のどちらを選ぶ？足の裏で砂が弾けるよ。転ばないように気をつけて。濡れてもいいの。だってイカリ君と一緒にいるんだもん。あやまみは僕がいいの。海に入ってると生きている感じがする。大きな波が来る。濡れちゃったね。この日差しならすぐ乾くだろう。新しい自分になったみたい。海へ来てよかった。ずっとこうしていたいな。一緒にいてあげる。僕と同じ気持ち。太平洋沖に接近する物体あり。ナギによる解析を実行中。
やっと我々の出番か。最終章、お膳立てにするんか。解析の結果はどう？マギは解析不能を提示しています。衛星軌道上の物体はどう？衛星の映像をシモリターに回します。海から2体、宇宙から2体か。タスクのプライオリティ変更。第17タスクを3から7に変更。解析実行。足柄山の光学観測所より入電。旧関東方面に移動物体を確認。全部で5体です。地上に5体か。多すぎる。合計9体が移動中。直線上に交わる点は第三進行教室。合いびきにしては人数が多すぎる。力ずくで襲うつもりか。時間が足りなくてまとめてきたようだな。晩餐の準備はできている。そうやすやすとビジョンが合わせに。一人怪物の前に放り出されても全部消えちゃえばいいんだ。太平洋機体いくら島沖で消えました。これからずっと待機なのかしら。待ち時間が長いな。いっそ逃げてしまいたい。ならば僕がシンジ君のお供をするよ。私も行く。あんたね、最近シンジに興味があるようだけど近づかないでちょうだい。ただの友達ですね、イカリ君。まあね。シンジ、話がある。ちょっと来い。どうしよう。待機中なんだよ。もういい。外の空気吸ってくる。わしも着替えてくるかなっと。警報解除かもしれない。様子を見てくるよ。みんな行っちゃったね。アスカを刺激しないでよ。イカリ君の態度に反応したんだって。僕の態度？あれ、みんなは？気晴らしに出ています。あっちゃー、緊張感ないな。呼んできましょう。いいの、警報は解除。今から48時間後に集合。作戦の開始は72時間後。それまでは自由時間だから。
やあ、シンジ君。カジさん、今年も収穫がありましたね。大きく育ったスイカを見ていると、大きな冷蔵庫が欲しい。でも、スイカだけのために冷蔵庫を買い替えるのはもったいない気がします。一人暮らしの俺を心配してくれるのない？シンジ、優しいな。スイカを8つに切り分けて、ラップに包んで冷蔵庫にしまうのはどうでしょうか。さすがしんちゃん、冴えてるね。それほどでも。誘ったりして。ひかりくん、見て。綾波のおへそ。思い切ってお腹出してみたの。綾波ってなんていいやつ。最後の記念だから感謝しろ。感謝する。でも最後じゃないよ。未来の希望はある。戦いは嫌い。多くの人が傷つくもの。人類を救うためなんだ。多少の犠牲は仕方ないよ。僕は間違ってる。人は愛し合って子供を慈しむ。イカリ君もそうやって生まれてきたのよ。あの父さんから命を授かったかと思うとおぞましくもあるけど。イカリ君は男の子だもんね。綾波は女の子だからな。そうね。綾波は僕のことどう思うの？